スキャニングクルーズ2は先行者との安全車間距離を自動的に保持することを支援し、追突事故の予防と長時間運転の疲労軽減に寄与するシステムです。スキャニングクルーズ2には3つの機能があります。 FS クルーズ機能はドライバーが設定した速度で低速走行するようアクセルを自動制御することを支援します。スキャニングクルーズ機能は先行車との車間距離と相対速度、自車速度に応じてアクセルと補助ブレーキおよびサービスブレーキを自動制御し、一定の車間距離を保ちながら追従走行、ドライバーの負担を効果的に軽減することに寄与します。車間距離警報機能は先行車との車間距離が安全車間距離以下になったとき、マルチインフォメーションの警告表示とブザーで警報を発します。さらに先行車が急減速をした場合など衝突が避けられないときには PCS が作動し衝突の被害軽減に寄与します。